ついにね、枕変えました。コメント欄で枕変えろ変えろって言われたからってお前らのために変えたわけじゃないんだからね。俺めちゃくちゃ忘れ物激しいんですよ。ちょっと自分でも引いちゃうなみたいなことっていうのはよくあるんだけど、今日はその引いちゃう出来事が一つ起きて、郵便局に行ったのよね。で、郵便局に着きました。配達依頼するもの全部家に置いてきました。これはちょっとした不満なんだけどさ、長野県って田舎じゃんね。そんなに建物とか多くないからさ、結構道広いんだよ。なのにさ、郵便局マジ狭いの。駐車場が指5本ぐらいしか入らないの。その5本のところにさ、免許取って1週間の俺が駐車できるできるわけないじゃん。だって指5本しか入んないんだから。スイスイ会えない時も考えちゃう女子の特徴、これについてね、男の子たちに聞いてきました。会えない時もさ、考えられる女の子ってめちゃくちゃいい女やん。やっぱ会えない時に考えられる女の子がクソ本命になりやすい。だってそうじゃんね、どうでもいいやつと会えない状態になったって別にどうでもええやん。だからみんなにはこれを参考にして、会ってる時に私と会えなくなるの寂しいでしょみたいなことを思わせられる女子になってほしいな、なんていう風には思っておらん。今日買ってきたのは僕が一番好きな食べ物、サーモン。ゆうたサーモン好き。それとちょっとね、奮発して中トロ買ってきちゃった。あんまし中トロのね、脂身って良くないらしいんだけど、たまにはいいだろうということで買っちゃいました。ジムも行き始めたからね。そしてね、スーパーダイエット食品のビーフジャーキー、明日かのおやつですね。今日もゆるく行こうぜということで読んでいこうかな。週に一度の授業だけで席が隣になって話せる、たまにしか話せない関係性って考えちゃうよね。だけどさ、たまにしか話さないからこそどうでもいいと思われる女の子もいるわけじゃんね。そういう女の子ってどういう子たちかっていうと、もう話がつまらん。やっぱトーク技術とかって磨いた方がいいと思うんだよね。と言ってもさ、何をすればいいか分かんないみたいな感じで言う女の子たちがいるから、とりあえずみんなにはそいつのインスタグラムをフォローしておいてほしい。そのインスタグラムでとにかくそいつが好きなものとかいろんなものを偵察すんのよ。それで分かるから。インスタってマッチングアプリだよな。あ、この世の全ての食材に感謝を込めていただきます。やっぱ明日かのおやつうめえな。弱ってる時に食べて元気になったことだけはある。いきなりめっちゃ LINE してきたと思ったら急に未読のままになるの繰り返し。 LINE の返信気分で返すやついるじゃんね。こっちからしたら気分で返すなよとか思うけど、ずっと LINE の文面見てるよね。それで記録がついた瞬間にタスク切ってさ、言えるよね。本当に LINE の返信はね、お互いに返信速度が速くなってる時は自分もコンスタントに返して、それでいい感じに盛り上がった瞬間に未読にすんだよ。したらもう、何があった？うまい！うまい！関係ないんですけど、小学生の時に親に性欲って何って永遠に聞きまくってました。関係な。普段から素直にとことん気持ちを伝えてくれる。それは好きとかそういう気持ち？素直っていうのは確かにそうだと思うんだけど、素直すぎるのも良くない気がする。やっぱある程度男にさ、私の気持ち察しなさいよみたいな行動ができる人の方がなんかモテるイメージ。絶対に察しろとかそういったスタンスは良くないんだけど、男的にもさ、あの行動何だったんだろうとか色々考えるじゃん。結局会ってない時にも、あいつのマジ行動よくわかんねえわ。だけどもしかしたら俺のことが好きなのかもとか色々考えちゃうってね。男性もそういうのあるの？女性だけかと思ってた。会えない時に考えちゃうみたいなやつね。男は言わないってだけで、普通に女の子と同じように恋したら、その女の子のことをクソみたいに考えたりとかするよ。だいたいその考えてる勢いで、何にするんすけどね。シュータロ。うまっ。うまい。さすが1300円。いや、1300円って高いよな、これで。有料の AV1 本分だよ。結局、付き合う前が一番考える。もちろん、付き合った時のデートとかもさ、そういうのもめっちゃ楽しいんだけど、付き合う前のあの、両思いと分かってる瞬間、あれ楽しいよね。その子のことで頭いっぱいになるじゃん。だから俺も彼女とさ、もしかしたら付き合うんじゃないのかっていう状態になった時、動画制作集中できなかったもんね。確かね、動画投稿休んだと思うんだよね、どっかで。それは彼女のこと考えて、ずっとムラムラしてたから。前鏡になりながら編集したからね。おまたの緩い地雷女。いや、それ会ってない時考えないでしょ。あ、なんかムラムラしたな。あいつ空いてるかなって考えるんでしょ。このチャンネル女性視聴者8割だから、こういう文章を読むと結構怒られるから。うん、じゃあ読むなって話ね。頻繁に話すわけではないけど、よく目が合う子。わかるわ。俺中学校の頃塾通ってたんだよね。その塾でさ、すれ違うたびにちょっとこっちを見てくる女の子とかおったのよ。やっぱさ、見てくるってことは俺のこと好きなんじゃないのかなって思ったわけね。まあもちろん好きじゃなかったと思うんだけど、やっぱそういうのすげえ考えた。なんで俺のことを見てくるんだろう。話しかけていいのかな。だとしたらどうやって話しかければいいんだろうみたいな。もう会ってない時その子のことばっか見まくるだと、ちょっとえ何ってなっちゃうけどさ、すれ違うタイミングとか見ても仕方ないよねっていう、そういった場面で目を見れる女の子、これ強いよ。小沢優太みたいな可愛い顔面の子、僕って可愛い顔してますか？確かになんか今日白い服着てるしね、なんか可愛く見えますけれども、お前こうやってちょっと顔を前に出すと本当にここ平坦じゃねえかよ。久しぶりに言っとくか。誰がどうすんや。お前ゴツゴツしてるところに置いたらバランス良くなる。誰がテトリスの資格や。決まった。
高嶺の花。会いたいんだ、今すぐその角から飛び出してきてくれないか。じゃねえんだよ。いいか、よくよく考えてみろ。角から飛び出してきたからといって、その子と付き合えるわけがない。奇跡を待つんじゃなくて、お前ら自分から行動していけ。私みたいな人？まあ確かに俺の動画を見てるってことは、相当恋愛にも強くなってると思うから、君の可能性もあるよね。ということは、僕のチャンネルを登録してくれてる全員、会ってない時に考えられるいい女っていう可能性も、やはりあるわけだ。というふうに言うと、好感度が上がって高評価がもらえると聞いたんですが、本当でしょうか？いつもと違う顔、今までに見たことない顔を見たとき、めちゃめちゃ明るい女の子がいるとするじゃんね。その女の子と二人きりになったときに、すごく落ち着いてるところとか、あとは結構周りのこと考えてますよっていうような話とかを聞いたときにさ、すごく印象変わらん。俺はね、これネタキャラ女子に本当によくあることだと思うんだけどさ、ネタキャラ女子って恋愛でめっちゃ不利だよ。めっちゃ不利なんだけど、二人きりになったときにいつも通りのテンションで話すかって言われたらそうじゃないじゃん。だから普通の状態でめちゃくちゃギャップなんだよね。その結果、ネタキャラ女子と二人きりになりました。その子結構落ち着いてる。今までと全くもって印象違うんだけど、クソ可愛い。ビーフジャーキーいる？女ですが、ミステリアスでいつも何考えてるかわからない男、考えちゃいます。男かい！男の話かい！女の話聞きたかった！よくいるんすよね、ミステリアスな男子が好きとかさ、何考えてるかわからない謎の魅力がある男が好きって、謎の魅力って大体クズだからね。あの人説明できない魅力があるんだよね、だから好きですっていう人たまにいるけど、それ結構危険な男の可能性が高い。クズに引っかかったことあるっていう人は、今の話を聞いてうなずいてくれたと思うけどね。やべえ、中トロマジで。油やば。胃もたれしそう。ゆうたくん、文法うんこですね。わかりにくいです。調子乗りました。すいませんでした。ん？どういうこと？何を言いたいんだ、この子は。え、なんか内容薄くね？内容、これ 0.01 ミリだよね。あ、内容コンドームっすね。弟によると、去り際に、また連絡するねって言ってくる子らしいです。その弟わかってんじゃん。去り際に、またこのことを後で連絡するねとか、そういった報告ができる女の子、これ超強いよ。だって、それ言われた側はさ、またあの子から連絡来るんだ、待ってよっていう風に思うじゃん。この待ってる時間超楽しいしね。だからその弟めっちゃわかってるね。その弟にね、恋愛系 YouTuber やることおすすめするよ。多分ね、ある程度伸びると思うよ。だけど俺を越すことはできない。俺という壁に打ちひしがれて YouTube やめちまえ。私で草。前で草。おやすみって言わない。ああ、どうせこれ書いたの弟だろう。絶対 LINE でおやすみって言っちゃいけないからね。みんななんでかわかる？付き合ってる段階とかだったら別にいいと思うんだけどさ、付き合ってない段階でおやすみを言わないと、あれこの子寝たのかなっていうのでさ、もしかしたら連絡が来るかもしれないって男側は考えてずっと待つから。だからね、俺も LINE してておやすみって言われずにトークが終わったのよね、夜に。もしかしたら寝たかもしれない、そんなことを考えてるんだけど、だけどもう少し待てば届くかもしれない思ってるからずっと待ってんじゃん。一週間後に寝てたって帰ってきた。うん、寝すぎ。うん、冬眠。うん、冬眠にしては短いか、ならよし、なるか。これ一人でやってます。SNS 更新しない。頻繁に更新しすぎちゃう人は、やっぱ考えさせられないんだよね。ストーリーにこれをやってますっていうのを、逐一乗っける人っていうのは、あの人今これやってるんだなっていう風に思うし、普通に米粒ストーリーとかになったら印象悪いじゃん。だけど、ストーリーをうんとたまに投稿するっていう人は、この前あの人遊びに行ってたよな、今は何してるんだろうとか、やっぱ考えられたりとかするんすよね。だからね、ストーリーとかそういうのって、使い方によって変わる。だからみんなもね、ほどほどにっていうのが一番だと思う。ちなみに俺最近インスタグラムのストーリー更新してないんだけど、考えてる、まさかみんな俺のことこの中トロの脂身をアシタカのおやつが吸ってくれて、きっとうまくなるはず。うん、こんな食い方したらアシタカブチギレ。犬系女子がいいか猫系女子がいいか聞いてほしいです。別れ際にドキッとした言葉をかけてくれた女子、その言葉が知りたいの。まあ俺が別れ際にキュンとしたセリフを皆さんに紹介しましょうか。なんだろうな、うん、思い出せない。うん、そのセリフ書いてくれバカタレ。別れ際に上目遣いでまたねって言ってきた時、こういうこと。セリフまで書くこと、あと上目遣いでまたねってめちゃめちゃ可愛いやん。普通にまたねだと、あ、またねって終わっちゃうんだけど、またね、ああ、え、今でよくね、またとかじゃなくて今でよくね。俺のまたはズブの彼女いるって聞いてきて、それ以来絡みない。それさ、めんどくさって思っちゃうよね。もちろん考えるんだけど、え、なんなんそれっていう。恋人がいるかいないかを聞いてくるってことは、もう確実に自分のことをさ、恋愛対象としてマークしてるわけじゃん。それなのに、あとは放置。そんなプレイ求めてないわ。帰るときは帰る女の子、ずるずる引きずらない子。あっさりすぎるのも良くないような気がするんだよね。もちろんさ、帰り際の時に男側が帰りたくないっていう風に言って、じゃあ帰らないって
って女の子が答えて最終的にホテル行きました。これは会ってない時に考えられる女子かって言われたら絶対そんなことないわけよ。だって男からしたら目的果たしちゃってるわけだから。だけどさ、またねって言った時にうんバイバイってすぐ帰っちゃう女の子も、えなんかもう少しないのってやっぱ思ったりとかする。自分に対してめちゃめちゃ笑顔で話してくれる。笑顔で話すとかってすごい基本的なことだと思うじゃんね。でもできない子多いよ。笑顔でいるだけでさ、男的にはさ、この子俺の話で楽しんでくれるとかそういうことを思ってさ安心するじゃんね。だからみんなね、とにかく満面の笑顔をね常に振りまいておく、これが大切です。ボディータッチを帰り際に、ずるいわー、そんなことされたらね、もうストーカーしちゃうよね。またねポン、うん、またね。あの角を右に行けば後つけれる。ちょマジ熱すぎ、完全肌着だけど許して。あ待って、乳首つけちゃうこれ。キャー、のび太さんのエッチスケッチワンタッチ、お前のチンコは何センチ。ダスイ。話を相槌打ちながら笑顔で聞いてくれたり、悩みに対して真剣に考えて答えてくれる女子。相槌とかそういうのって注目されないんだけど、まして相槌ってめっちゃ大切なんだよね。会話を続けられる人の特徴とか、モテる人の特徴って相槌が上手だったりとかするんだよね。うんとかはいとか、まあそういった相槌、これは言っちゃえば返事みたいな感じだからちょっと違うんだよ。どんな相槌が一番モテるかっていうと、相手が言った発言の後ろの部分を繰り返して相槌を打つっていうこと。例えば僕がね、俺昔生徒会長やってたんだっていう風に女の子に言うじゃないですか。そしたら女の子が、へえ生徒会長やってたんだ、すごいね、それってどんなことやってたの、こんな風に相手が言った言葉を繰り返して褒めて質問をする。マジでモテる人とか営業成績のいい営業マンとかはこういう相槌を使ってるらしいですよ。ワンワン、へえ面白いですよね、楽しいですよね。オペラ風にやらせていただきました。優しくて何度も言い合える、感謝したい、お世話になった女子。ぐる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 、文法うんこっすね。夢に出てくる人、女の子はこれ共感してくれるのかどうかわかんないんだけど、俺はねよく夢に女の子が出てくるわけよ。でその女の子っていうのがマジで仲良くない女の子だけど知ってるよっていう子、マジ一回も話したことないんだよ。だけど夢に出てきたってことはなんかあんのかなみたいな、ちょっとね特別な感情になる時っていうのがあるんだよね。女の子はどうなんだろう、そういうことあんのかな。夢でそういうことをした相手、また夢関係でさ一つ読んだんだけど、この前マジ最悪な夢を見ちゃってさ、それが何かっていうと、図書館で俺の男友達とお姉さんがいたのよ。なんか知んないけど俺はその男友達のケツにぶち込んだのよ。意味わかんないでしょ。めっちゃ気持ちよかったの。今まで話さなかったのに一日だけめっちゃ話した女の子。そういう経験俺にもあるんだけど、話したことがなくてさあんまし仲良くなかったんだけど、あることがきっかけでめっちゃ話すみたいなね。それで帰った後とかさ、その子のことばかり考えちゃう。だから話せるチャンスがあったらみんな絶対にね、たくさん話した方がいい。頼み事をしてくる。未だにね頼み事ができない女の子っているらしいんだけど、なんで頼み事がいいかっていうのをガチで解説すると、相手にコストをかけさせるっていうイメージを持ってほしいんだよね。みんなさ UFO キャッチャーで1000円入れて、それでまあまあ動きました、だけどこれ取れないんじゃないのかって思ってたとしても、1000円入れちゃったんだから最後まで取りたいよねって思うじゃないですか。あれと同じなんですよ。頼み事をすることによって相手が自分に時間だったりとかお金を使うじゃないですか。このコストが相手は彼女にしないともったいないなっていう風に思うみたいなね。そういう心理学的な要素があるので、だから頼み事っていうのは必要なんですよ。進撃のガシマン、進撃のガシチン、今回はどっちかな。さあ今回はどっちでしょうか。高評価押してチャンネル登録もして、てかチャンネル登録無理にしてとか言わないから、登録あ間違えた、高評価だけ押して、だってボタン押すだけなんだから、そんなの誰でもできるだろうよ。